すまない、つかぬことを聞くが、妖魔を見たことはあるか？ああ申し訳ない、ここの人じゃなければ戸惑うかもしれないが、僕は趙雲、リーユへの奉仕だ。妖魔とは僕ら奉仕一門が邪推に対して使う総称だ。妖魔は古き時代から存在し、リーユへの至るところに潜んでは気を伺っている。僕の仕事はそういった輩を払ったり退治したりし、横島な者から民を守ることなんだ。おお、御法夜叉のことを知っているとはな。僕は彼をとても尊敬しているんだ。長年にわたり御法夜叉と奉仕は表と裏で共にリーユエを守ってきた。ああすまない、少し話が逸れてしまったな。お前のその反応だと、やはり妖魔のことはしっくりこないか。いや気にするな。では最近周りで変なことは起きなかったか？些細なことでも構わない、妖魔を追う手がかりになるかもしれない。そうか、いや大丈夫だ、よくあることだから。ならば今ある手がかりにかけるしかないか。今はどの手がかりも妖魔との関係性が不確かで、重要な情報がどれかはわからないが、もしお前も気になるのであれば、その中からいくつか目に留まったものを教えよう。近日開催、無謀の丘で肝試し大会、仲のいい方と共にその度胸をお試しあれ。最近夜になると窓の外から足音や叫び声が聞こえてくるんです。子供が怖がって眠れずにいます。桐原に巨大な黒い影が出現、飛行に回転、さらには火を吹き、怪しい異音まで。これらが今僕の気になっている手がかりだ。遺跡ハンター？確かに描写は一致しているが、もしそうならなぜ誰も見分けられなかったんだ？それとも僕の解読が間違っているとでも？つまりお前はこれら手がかりは妖魔とどれも関係ないというのか？ああすまない、少しだけ落ち着く時間をくれ。心配ない、僕は幼い頃からこんな体質なんだ。いやただつい感情的になってしまい、そのせいでよく調子を崩してしまうんだ。このように熱しやすい体質のことを世間では順応の体という。ああ、この体質を持つ者は千年に一人と言われていてな、奉仕にとってはとても強力な武器で、この体質だけで妖魔を追い払うことだってできるんだ。その代わり常に感情の起伏に注意しなければならない。でないとつい過剰な振る舞いをしてしまう。さっきの手がかりは数ある情報の中から選別したものなのに、そのどれもが妖魔と関係ないなんて。ダメだ、気分が、胸が熱くなってきた、息苦しい。大丈夫だ、念のためアイスを用意している。はあ、生き返った。かなり効果があるんだ。出かけるときはいつもアイスを常備している。心配してくれてありがとう。僕はもう平気だけど、手がかりが全て無駄になってしまった。さて、あ、僕も視線を感じていた。お前も気づいたということは、やはり僕らを見ていたんだな。見るだけで何もしてこないのは、何か話したいことがあるからだろうか。そうしよう、もしかしたら助けを必要としているかもしれない。何ですか？ごめんなさい、すぐにどこか行きますから。大丈夫、そう怖がらないでくれ。別に文句を言いに来たわけじゃない。ずっとここに立っていたから
何か困ったことでもあったのかと思ったんだ。困ったことではありません。ただお兄さんの食べてたものがとても美味しそうだったから。僕の妹は食いしん坊で、美味しいお菓子があるとすごく喜ぶんです。兄として妹を喜ばせたいんですけど、貧乏だし、お母さんからは節約するよう言われているから、お菓子を買ってあげることもできなくて。僕のアイスが欲しいのか？でもこれは別に美味しいものではないぞ。大丈夫です。妹は食べたことのないものなら何でも喜びますから。僕も食べたことないですけど。そうか、それは参ったな。実はあと2分しか残ってないんだ。アイスは僕にとっても非常に大切なものだ。これから妖魔と戦うならなおさらのこと。このアイスがないと体質が暴走してしまうかもしれない。1本、うん、1本残っていればおそらく大丈夫か。アイスはお兄さんにとっても大切なものだ。だから1本しか譲れないがいいだろうか。いいんですか？ありがとうございます。妹が喜んでくれればそれだけで満足です。うわ、もう溶け始めた。ごめんなさい、早くチコガンに帰らないと。陽気を抑えるためのものを子供が羨ましがるなんてな。まあいい、妖魔の剣に戻ろう。先ほど簡単に妖魔の手がかりを判別していた様子を見るに、お前はきっと物知りなんだろう。まだ詳細を確認しきれていない手がかりがいくつかある。全て友人からもらったものなのだが、僕の経験と知識ではうまく判断が下せない。どうか恩を売ると思って一緒に来てくれないか。ではついてきてくれ。まず万文集社へ向かおう。友人に妖魔の手がかりがたくさん書かれた紙を渡されてな。その紙の内容をもとに万文集社の本を確認すると手がかりがわかるようになっているらしい。僕が手がかりを一つずつ読むから、お前にはその判断を任せてもいいだろうか。では始めるぞ。どれどれ。警察さんの下に瑠璃袋が変化した妖怪がさまよっている。巨大な体で人を食べてしまうようだ。真夜中になると悲運の丘に鬼の影が現れる。その妖魔は怨念の集合体のようだ。リーウェイ校にはアイスの化身たる大妖怪が潜んでいる。ん？なんだこれは。まあいい、とりあえずこの中から妖魔の可能性が一番高いものを選んでほしい。これはありえないだろう。もし事実なら目撃情報がもっと出てくるはずだ。それなのに未だそういった話は聞いたことない。次はこっちだな。雲来の海の深く、漁船や商船を襲い豪華な宮殿を建てている妖魔がいる。千年の月日により絶雲の間の巨大琥珀に自我が芽生え騒乱を起こしている。万民堂に
唐辛子を食い尽くす妖怪が出没するとの目撃情報が多発。これは僕にもわかる。シャンリンのグオパーだろ。ヨーマではないな。まだあるんだ。桐原の近くで仮面をかぶり長槍を持つ怪しい人物を見かけた。彼からは不穏な気配が伝わってくる。水色の髪の胞子を見たことがあるんだが、実は彼ヨーマなんだ。お、なんだこれ。あとは霧を操る妖魔がいる。非常に警戒心が強く、最近は命運町、霧原、陽光の浜で奴の痕跡を発見した。ああ、それは聞いたことがある。今もずっと追っているんだが、あまりにも用心深くてまだその姿を見たことがないんだ。この感じだと信用できない手がかりか、調査のできない手がかりばかりだな。こんなに集めたというのに役に立つものがないとは。ああ、これら手がかりは行く秋という友人からもらったものだ。本を読むのが好きでいろんなことを知っている。いつも積極的に協力してくれて、毎回いろんな情報を教えてくれるんだ。巡洋の体でなければきっと今頃たくさんの妖魔を退治できていたことだろう。いつかちゃんと礼を言わないとな。ん？それってあまり迷惑をかけない方がいいという意味だろうか。すまない、話がそれてしまったな。それともう一つ別の手がかりが書いてあった。詳しい説明はないが、無謀の丘周辺のようだな。肝試しの噂もあることだし、二つの手がかりが無謀の丘のことを指している。無謀の丘の気候は一年を通して異常で、僕も普段から気をかけている場所だ。きっと、ああ、早速行ってみよう。そら、見たところこれといった問題はないな。調査する必要がないくらい普通だ。変わった気候と環境のせいで無謀の丘には数多くの言い伝えがあるが、その多くは根も葉もない噂ばかりで考察のしようがない。だからこの状況についても予想していなかったわけじゃないが、ああ、前にも言っただろ、巡洋の体は妖魔を驚かせ追い払ってしまうと。他人から見れば羨ましがられる体質かもしれないが、この体質だけに頼っていてはこれまで修行してきた砲術が無駄になる。だが砲術の鍛錬をやめてしまえば、いつの日かこの巡洋の体にひるまない妖魔と対峙した時、僕はそれを払う術がなくなる。修行だけして実践が未経験だと、どの技が効き、どの技を鍛えるべきかが見えてこない。なのに今まで砲術で妖魔をほふるどころか妖魔を見たことすらないんだ。つい弱音を吐いてしまった。気にしないでくれ、こういったことには慣れている。せっかくここまで来たんだ。手がかりに記されていた二つの場所を調べてみることにしよう。よっ。
を称えよう。見切りました。はっ、最後の警告だ。はっ、風よ。無我の境地、裁きの雷。この裁きを打つ。八方の風、羽ばたかん。この霧は見覚えがあるな。とある妖魔が残したものに違いない。これだけ立ち込めているとなると、おそらく立ち去ったばかりだろう。そうだな、今までの努力は無駄ではなかった。だがまだ気を抜くな。この霧を放置すれば汚染を引き起こすことになる。ヒルチャールのような魔物が汚染されると攻撃的になり、辺りに住む者たちに危険が及ぶ。そしてもし通りすがりの冒険者が汚染されてしまえば、より悲惨な結果が待っている。問題ない、任せてくれ。それと周りに霧が残っていないか確認しながら追いかけよう。もし残っていたら、まずはそれを何とかした方がいいだろう。そうだ、この先はさらに危険になる。戦闘の準備を怠るなよ。褒めすぎだ。妖魔を退治するんだ。これくらい気を張るのは当然のことだ。僕の怠慢でお前や他の人が怪我を負ってしまったら、両親が痛む。さあ、手遅れになる前に出発するぞ。妖魔がいるのは間違いないな。それにただ者ではなさそうだ。もう少し先へ行ってみよう。やはりヒルチャールが現れたか。一匹残らず始末するぞ。はっ、風よ、散れ。この痕跡は少し前のものだな。どうやら妖魔はすでに逃げた後みたいだ。道もないし、痕跡もここで途切れている。これ以上追いかけるのは難しいだろう。かなり前から僕の存在に気づいていたんだろう。だから逃げられてしまった。だが言い換えれば、巡洋の体を無視できるほどの力を持った妖魔ではなかったということだ。それなら心配ない。引き続き僕が後を追うから、そうやすやすと人前には出てこれないはずだ。ああ、確かにそれが一番いい結果だろう。これまでの追跡も無駄じゃなくなるしな。こんな結果になって、やっぱり残念か。そうか？妖魔の悪しき痕跡を処理して、魔物を撃退したじゃないか。それだけで奉仕としての仕事は満点だ。唯一の心残りは、砲術で妖魔を退治できなかったことくらいか。だが、そんなものはとうに想定済みのこと。この目標は、生涯をかけてなすものだ。ああ、お前が僕のために落ち込むところなど、見たくないからな。実はお前には感謝しているんだ。僕の変わった体質を知ってもなお、お前は諦めずに最後まで付き合ってくれた。仮に非常に強力な妖魔に遭遇していたとしても、お前のように経験豊富な冒険者がそばにいてくれたら、それだけで安心する。お、あそこを見てみろ。晴れてきたみたいだぞ。行ってみよう。でも本当に心残りなんてないんだ。妖魔は見つからなかったが、お前に出会えた。ああ、すまない。この言い方じゃ紛らわしかったな。僕が言いたかったのは、損得に関わらず、旅の途中で得た経験と縁も、とても大切なものだってことだ。